はい、低所得者の、日吉です。スクリアティストの俊です。よろしくお願いします。今回、何書こうかずっと迷ってて、で、全然迷ってなくて、で、結局、行き着いたところまたカラフルなの書きたいなと思ったんだけど、今回、山を前変えたので、で、その前ビル書いて、宇宙書いて、じゃあなんかちょっと空っぽいの書ければななんてぐらいの感じは思ってたんです。で、またちょっとカラフルな感じで、で、ちょっとね、昨今寒いので、なんかね、暖かいね、ものが描ければな、なんて思う次第でございました。ここでね、小粋なアメリカンジョークをね、挟みたいなと思うんですけども、それはまた後日にね、挟もうかなと思うんですけども、今こう、オレンジっていうね、普段僕が絶対使わないかのような色を最近ゲットしたので、ちょっと嬉しくてね、最近ちょっとね、赤、オレンジ、黄色のね、変化のね、空模様の変化を、楽しみって、ちょっとね、ここでピンキーっていうね、必殺技をね、ちょっと入れさせていただきました。ここまでだと、ちょっとこう、いつもの構図寄りっぽくなっちゃうので、ちょっとこう、湾曲をイメージした感じでいきたいなと思って、で、このままでこのままで進めようかなと思ってたんですよ。この黒の吹いてるところまでは。で、せっかく湾曲にしようかどうか、と思って、とりあえず馴染ませてみようと思って、ここで馴染ませ入ったんですね。で、湾曲みたいな感じにしたくて、これ左手で板を押さえてるんですけども、結構これで伸ばすの、多少ちょっと力がいるんですよ。で、こう馴染ませると、さてさて何が出る?と思って、蛇が出るか蛇が出るかと、同じなんですけどね。で、馴染ませたケツか、空といえば、雲、惑星入るみたいなね、状態になってしまい、で、このね、指の跡というかね、流れてる感じが、一応雲いけなくもないかな、なんてね、思いながら、この時点ではそう思ってました。そこからね、スポンジを使って、だったりとかタオルを使って、雲を描いてたりしてみたらいかがでしょう、こんにちはみたいなところがあったんですね。ウェルカムトゥージャパンみたいなところあったんですけども、よかったらね、最後までご視聴いただければなと思います。今回ですね、20分になる長編、まさかの、等倍速でございます。まだね、何が困るってアテレコしてからまだ2分40秒しか経ってないっていうね、非常にこうね、コアな、今回も安心安定の一発撮りでございますゆえね、何卒ね、お耳汚しをしてしまうかもしれませんが、よかったらご理解ご面倒の方でよろしくお願いいたしますと。で、髪に黒を拭きまして、で、これ今タオルの切れ端をハサミで切ったんですけども、ペタペタ優しくする貼り付けたり、軽くこう動きをつけたりすることで、その雲の陰影にあたる部分を最初に表現した方がいいかなと思って、本当はいきなり白で雲を作ったり、いろんな雲の描き方あるんですけども、それもいいかなと思ったんですけども、今回はちょっとね、せっかくだからタオリングを使ってですね、雲リングをね、やっていきたいなと思ってね、リズムに合わせてってね、こう感じでね、雲をね、かけたらななんて思う所業でございました。で、一通り陰影の部分だけがかけたら、あとはハイライトというか、こうね、白い部分をね、かければなと思ってた昨今で、この時点で中心に山描くっていうみたいなとこだったんですよ。山描いたら前回描いたやつと一緒だよなーなんてね、この時点では思ってて、さてさて、じゃあ山描かないとなるとね、風景が広いには広いんだけど、これもありか、ここでやめとくのもありだなと思ったけど、ちょっと YouTube 的なこうね、サムネ的な話で、目が引くものが欲しいなっていうね、ちょっと下心とね、横島な気持ちがね、安入な感じでね、ボルトナットの仕組みでね、ちょっとこう現れてしまったんですけどね、本当に鏡の中のね、マリオネット的な話でね、頑張っていこうかなと思うんですけども、ちょっと壊れそうなものばかり集めてしまう昨今ですが、よかったら皆さんもね、ご自愛していただければなと思います。もう一通り喋ったなと思ってもまだ5分経ってないっていうね、このね、疾走感、我ながらびっくりでございます。で、ちょっとここでね、左上の雲描きすぎたなと思って、やっちゃったなと思って、で、ちょっと
陰影がある雲だけじゃないので、まあ、あの 白いだけの雲も入れようかなと思ったんですけど、まあ、ここでねちょっと痛恨のミスでですね、下の段のところの白は、こう色付きの白というか、まあ、白のタオルで白をつけて、でその上に薄くスプレーをまぶすみたいなことはやるんですけども、ちょっとね、あの上の方のね、雲までね、しゅんちゃんね、目が届かなかったっていう次第でございます。まあそんなこんなで、まあ、スプレーアート自身はねそんなに難しいものじゃないです。でどうやったらこんな絵の構図とか思いつくのって言ったら、まあ、Google 先生にいっぱい綺麗な絵が載ってるので、まあ、あのパクるというわけじゃないけど、まあ、自分的にあこれとこれがこうなったらかっこいいよなとか綺麗だよなとかっていう風な解釈をしながら、まあ、物語であったりとか、まあ、いかんせん僕が使ってるキャンバスが A3 サイズなんですよ、全てほぼほぼ全て、うん、なので、まあ、他のスプレーアーティストさんはいっぱい大きな、ね、四つ切りとかねいろんなの規格の、紙の大きさがあるのでいいと思う、まあ、迫力もあるんですけども、ちょっとね僕の場合キャンパスが小さくて、このねあの空の壮大さがね出せるかなっていうので悩んでたのはありました。で A3 サイズで本当はねこれ海とかで反転させて、でその雲も水辺に映ってるみたいなテーマやりたかったんですけども、まあ何せねまあねこう、まあ、キャンパスが小さいっていうね。でねまあこうスプレーアートでちょっとね、まあ、今回お話しする内容の一つで、あのスプレーアーティストが嫌がるっていうほどでもないですけども、あのあんまりこう、まあ、前は著作権的なアニメキャラクター的な話もしたんですけどもあんまりねこう人の顔とか、結構形あるものがね結構苦手です。あのステンシルはまた別の話で置いときまして、あの形あるものが割と苦手です。あここで僕のね頭がね後頭部がこんにちはしてますけども、割と形あるものが苦手ですね。例えば人の顔とか、うん、そうだな、あとは建物ビルとかはもうある程度で、ね、技法が開発されてるんですけども、そのバンガロー的なとか、ちょ結構ね迷彩的な、まあそうね細かいものがね苦手ですね。でなぜかっていうと、その光景よりその筆なら筆、鉛筆なら鉛筆っていうのだと、まあ本当細部まで描けるんですけども、あのスプレーアートの光景がまあ太い、うん、まあ 3、4センチは普通に一回拭いちゃえば出ちゃうので、それの上で結構こうで、僕だったら A3 サイズ、まあ一番大きい人でもね、本当ビルの、ね、壁画みたいな人もいますけども、まあ、あれも本当にね壁画ぐらいですね、本当に高さ3メートル2メートルみたいなくらいないと人の顔とかって結構描きづらいというか、まあまず描けないですね、スプレー缶では。まあ、僕自身人の顔を描いたことあるかっていうとね、スプレー缶ではないですね。あのデジタルアートではあるんですけども、いやでもこの時点で、まあ、海なのか空なのか、まあ、ご想像にお任せしますみたいなとこで、遊ばさせてもらえればなっていうので、まあ、方向性は決まったんですけど、その左右の下の黒はどうしようかなと思って、なんかね草木を描いてもいいんだけどどうすんべーと思って、まあなんか考えさせられる体でいこうかなと思って、でね、あの動画で見るものと実物でこう僕肉眼で描いてる視点が結構違くて、あの今こうで撮影中も編集中に見るとここでやめとけばいいのにっていうのが結構多々あって、ところがあの僕が描いてる肉眼ではなんかもうちょっと寂しいなとかってこう思ってるんですよね。でまあここで板を使ってまあ光を表現するんですけども、そうですね、スプレーアートって割と全体的にバランスを取れるようになるっていうのは結構もう難しくて、割と部分的なものの要素のパズル合わせみたいなものも多くて、まあ、海は下に海を描くみたいな、で海はこうやって描くって言って、海の描き方もまあ数通りがあるみたいな、でそれをどれをチョイスするかみたいな、アートではあると思います。でまあ昨今だとね海外の方がとてもね、力が出ましてますけども、本当に日本のスプレーアーティストも引けを取らず、有名というかすごいクオリティが高い方がねいっぱいいらっしゃいますので、よかったらね、
エスプレナードに興味がある方は、本当に慣れると、このクオリティは最初からは難しいかもしれませんが、本当に慣れると1年ぐらいでこれぐらいは簡単に描けます。1年もかかんないかな。半年ぐらいで簡単に描けますので。で、描ける、描けないの話だけで言うと、結構簡単なんですよ。問題はその続、それはもう別にスプレーアートに限らずですけども、続けるってことがすごく難しくて、僕が今スプレーアート始めて十何年でしょうね、もう記憶がないんですけど、10年以上、14年とか15年とかなんでしょうかね、もうほとんど記憶がないですけども、やっぱ続けるってことが一番難しかったですね。僕も 2年ぐらい書かないとかって結構ありまして、半年書かないとかしょっちゅうですし、もう今年、去年に至ってはもうほぼほぼ書いてなかったですね。で、本当にプロというかね、スプレーアート1本で食べている人っていうと、日本でまだ5人もいないんじゃないでしょうかね。で、ここでせっかく光描いたから、なんかもうちょっとこう、ね、この光を主人公とするというかね、目線を合わせるようなね、技法というか構図でいたいなと思って、で、この辺で左右をイジイジしながら、で、ここでね、草木にチャレンジ一回してみたんですよ。なんか違えなと思って、なんか違うなと思って、ここで消すんですけどね、なんか違うっつって言って、そういう時もありますよ。だからで、これでポンポンやったら雲っぽくなるかななんて思ったらね、思ったよりならないっていうね、そういう昨今でございますね。で、本来は僕的にはこれで終わりにしたかったんですよ、この辺ぐらいの、技術量で。あと、YouTube 的なことだったりとか、目を引く的なことで考えたときに、真ん中ちょい上ぐらいに、なんかこう、ワンポイント欲しいなっていうのが、もうこの辺でもう思い浮かんでて、で、そのワンポイントどうしようかな、月にするか、地球にするか、どうしようかなって言って、で、ヒート感を当てながら、考えてるわけなんですけど、ちなみに昼ご飯はカレーでした。昨日の夜ご飯もカレーで、昨日の昼ご飯もカレーでした。ずっとカレーがね、続いております。よろしくお願いします。とりあえず暖色系というか、で見てて暖かくなるような絵は、とりあえず、ノルマを達成したかなというところで、あとはどこにこうワンポイントをつけるかどうかっていうので、非常に悩んでおりまして、昨今だとね、割とね、グラで、背景を強めに描くスプレーアート人もいるし、ステンシルを強めに描く人もいらっしゃいますし、いろいろ形はあると思うんですね。でも僕はどれに属するかというと、別に、好きなものを描けばいいなって思ってるので、好きなものとね、この話もよかったらしたいなと思うんですけども、絵描きあるあるなんですけども、あとはクリエイターあるあるなんですけども、自分の作りたいものと、売れるものと、お客様が求めるものというか、いろんなこう考え方があるんですけど、必ずしもね、どれしもがね、一致しない場合が結構あります。理想は自分が描きたいもの、自分が好きなものが、お客様のニーズに合ってれば、それはね、すごい理想なんですけども、ミュージシャンもそうだと思うんですけども、必ずしもね、一致しない場合があります。で、結構僕なんかも一致しないです。僕は、もうずっと宇宙描いてたいなとかで、結構ね、僕が苦手というか、あんま好きというか、率先して描かないのはビルとか、あと自然は少しは描くか、割とね、僕は宇宙がすごい好きなんで宇宙をよく描くんですけども、ね、ではね、こうヒートガン当てて、さてさてどうしようかっていうので、左右の雲、左右の中の黒が、雲に見えないかな、見えてくれたらいいなぁなんて思いながら、ヒートガンで当ててるんですけども、後々またね、今荒くなってるんですけども、そこは黒く見えますよというのがありまして。これからスプレーアート始める方がもしいらっしゃった場合、どういったことに気をつけて、欲しいかなって思う。すれば、一番最初は換気ですね。どんなスプレーかも決してやっぱ人体にね、害はないものを僕は一番チョイスしてるつもりで、で、1本900円とか1000円とかって高いんですけども、
あの安いものもいっぱいあるんですよ。だから安いものには安いもののやっぱ理由があって、でもその人体に害がないかっていうと、まあ、果たしてっていうのがあるので、まあ一応で、まあ、このご時世もあるのでよりすごい強い換気を、僕は願っております。でまあスプレー缶には大きくね、水性と油性と、まあっていうのが大きく2つ分かれるんですけど、他にもね防性とかラッカーとかいろいろ言い方はあるんですけども、大きく水性と油性っていうのがあります。で細かいこと言うとめちゃくちゃもう大変なので、ざっくり言うと、まあ、水性ギリ大丈夫、油性危ないみたいな、危ないことはないんだけどね、水性でもね匂いがきついものもあれば、もちろん人体にいいものなんてないんです、そのでやっぱりあと火を使ったりとか、まあ、いろんな人もいらっしゃるんですけども、まあ、可能な限りお客様であったりご自身であったりにその、まあ、危ない環境が作られないようにとか、まあ、人それぞれ思う心がけがあると思うんですよ。火を使って目を引くこともあるし、ペイントが早く乾くっていうメリットも5万とあるので、各々のスタイルでいいと思うんですね。まあ、ただできれば人様に迷惑がかからないようなスタイルが、まあ、望ましいかなとは思うんですね。で今 どれが目引くかなと思ってこう穴の大きさを考えてるんですけども、意外にねこういう道具のメンテナンスとかもね結構大変なんですよ、うん、でまあそうもうぼちぼちあとはね終焉に向かうところなんですけども、やっとね喋り始めて今17分がぼちぼちと経過しております。まあ、こういうものがまたね額に入れると絵って変わってきます。やっぱり絵は人だとして、やっぱり人には家が必要なので、やっぱり家を、うん、額をね額で飾っていただければなという欲もありますけども、まあキャンパスであれば、まあ、飾れるのであればそのままポンと置いていただいていただいても大丈夫ですし、まあ、あとはまあ絵にあ、まあ、スプレーアート、これは僕、こっから先は僕の勝手な個人の見解なんですけども、どういうスプレーアートを買ったらいいか迷う時みたいなのがあると思うんですよ。全体ではないですけども、一部の、ね、トッププレイヤーのスプレーアーティストを除いては、大体みんな一緒です、クオリティ。そんな変わんないです、言うほど。なので人で買っていただけたらなと一番は思います、うん、人でスプレーアート、まあ、この人のスプレーアートが欲しいっていうその感覚で買っていただけたら、まあ、それがあとお財布と相談していただいてお値打ち価格であれば、ちょうど買っていただけたらななんて思うし次第にはございます。でまあ結局まあその真ん中に地球を置くということで落ち着くんですけども、頭の中では大丈夫なのなんてね心の中で思いながら、そうでねこのねこの枠取りの円形のやつがねもうボロくて左側が緩いんですよ。後で剥がすと分かるんですけどもちょっとペイントがこぼれてるんですよね。そんなことあるって思いながら、うん、ちょっとびっくりしてるんですけども、うんまあ、こうやってね日にねこうね道具も消耗していくわけです。で地球の描き方も、まあ、結構いっぱいあります。すごい簡単なものは秒で描けるし、難しいものはねもう何回やってもキリがないぐらいこうね、どうしようかみたいなね、これで大丈夫いけるみたいなところあるんですね。で、まあ、もしねこうねスプレーアートのね僕が実況かなんかすることがあったとしたら、多分あ次あれやりますね、次これやりますね、あいい仕事してますねとかって言っちゃうと、まあ果たしてね、まあ、こう同業者しかわからないね、あこれ多分これこれ次これ多分こうしたいんだなああしたいんだなっていうのがわかるねモーションが結構多々あるので、うん、まあとりあえず、まあ何も考えずに一発書きするのはやめましょう、私みたいに。うん。ほとんどの人はちゃんとね、こういうの書こうって、ちゃんと考えてから書くのをお勧めいたします。はい。まあ、最初のうちは惑星1個書いて、で、周り宇宙にして、星散りばめて終わりでいいと思うんです。それが一番いいです。で、それが楽しくなったら、まあ、そこから先をゆっくりね、まあじゃあ海書いてとかね。雲描いてとかピラミッド作ってとかいろんなねことをねやっていければなと思うんですよね。さあこれはさて剥がして終わりですね。まもなく喋り続けて20分になりました。
まあね、配信の構造がこぼれてるですよね。まあ、これでとりあえず目が引くかなと思うんですけど、でちょっとよく言えばその光の距離感と惑星の距離感が違うというか、そこまでなんていうの、もうちょっと惑星を浮き上がらせたかったな、手前に持ってきたかったなっていうのが本音だったんですけど、まあね、スプレーアートにもね、まあ、ちょっと限界ではないですけども、まあ、僕のスキル不足でね、もうちょっとね次回からはね考えてね、まあ、次回も考えないんですけどね、絶対に、うん、まあ、考えてね、やっていただけたらななんて思う次第でございます。まあ、これであとはマスキ左右の、四方八方のマスキングテープを剥がして、絵が完成するんですけども、マスキングテープはね、僕何のために使ってるかっていうと、こう剥がしたりとか、スポンジでポンポン置いたりとかするときに、まあ、絵がずれないためによく剥がすんですけどね、あと動画だとね、こうひっくり返したりとかすることができないので、よくマスキングテープを、使ってるんですけど、マスキングテープなくても全然いいので、まあ、本当好き勝手スプレーアートは楽しめるものだと思いますので、よかったら、皆さんもね、やってみてください。それでは。